ゆっくりがお送りするガンオン実況動画。今回は、新マップのダカールレースマップ録画しようとジオンで粘ってたらいつもの単位まで落ちちゃう例のやつなってもうてるんで、対面ニューヨークをジオン水泳部でやっていきますよ。ダカールはいつものマップがいけちゃう不具合で初日で配信停止なりました。マリサもいますよ。さすが無料でバッガーのガンオンプロたち仕事早いね。新マップはプロガンオンプレイヤーがバグ見つけて配信停止までがセオリー。ということで情報修正のあったズゴイイカタパッドのサイクロプス水泳部とジュアックゾゴ隊長のジオン残党水泳部で連邦遺憾に突力の違いを分からせてゆく所存で、むしろ突するしかジオン勝てる気しないんでね。ということで初動はちくわの威力が無強化3万にアップしたちくわホルダー、歩くちくわ、ちくわスタンド、ちくわが本体で北の陸地からグイグイ。こいつなんで水泳部で海行かねえんだよ。初動みんなで A 突行こうぜ的な白茶あったんで、これ周りに合わせねえとまた動画のコメで叩かれるかもという恐怖心から、相手の初動 XA ですとにかく世間の目が怖い。世間体を気にするタイプ。カジオン盛んだと初動 XC が多いんすけど、これ完全に連邦の北突とぶつかるよね。これは相手敵の X 突とぶつけて北防衛という高度な作戦。マジかよ。じゃあほぼ突通らねえじゃねえの。わしのこのちくわどうしよう。取り間抱え落ちだけはしないように適当な敵見つけてちくわキルお願いしますね。オッケー。とにかく一踏み来た敵を処理するっちゃねえな。霊夢三百式がこっち狙ってますよ。いけーちくわんねる。あ、もう味方が倒してた。やっぱ死体処理も大事だかんね。虎の子のちくわをドブに捨ててゆくスタイル。やべえな、これもう完全にただの肩パッドになってしもたぞ。連射ビームと格闘でどうしろっつーんだよ。今回追加された新武器のハイメガも出せてきた方が良かったんじゃないすかね。わしの背後ちゃんはミサシュなんで、ちくわを捨てるのにはやっぱ抵抗あるんよね。左腕にちくわはめるとツインビーム系が持てないってのがやっぱネックか。ハイメガが右手から一発しようだったら武装の幅も広がったかもね。やっぱ武装制限で損してるって期待も結構あっからね、このゲーム。ラストはいつものクソエイム発動でアレックスに打ち負けて背後終了のお知らせ。まさか維持しないと死ぬってわけでもないんだから、エイム力とか気にせず楽しくやりましょうや。ということで2期目はズゴックエクスペリメントで南防衛にリスポーン。とこれは殺意の波動に目覚めてしまったサヨタンさんが荒ぶっとりますよ。支援機も舐めてかかると中身が地格闘機とかあっからね、クマ格闘に何回やられたことか。そしてこの W クロースンスン格闘が新しくなったカニーの D2 式ダッシュ格闘。伸びはあるものの正直範囲狭すぎて素出しで当たる気がしない。ブースト消費も多いな。しかし単発で威力2万3000超えと火力面ではかなり魅力的。さらに新武器で2連式の単ミサ追加されたんで、単ミサよろけからの追撃用にはなかなかに悪くないか。水中用マーク5みたいな感じの単ミサ格闘機としてなかなかに面白い機体になったんじゃないすかね。やっぱ単ミサあるだけでかなり心強いかんね。さらに今回水中装甲も固有モジュとしてついたから、海ん中なら多少硬くなってる模様。ほんじゃあとは GP01 アクアみてぇなクソ強 FA ハープーンください。絶対ダメだ。なんでや、おかしいやろ、水中調整するって言ったやろ。調整するとは言ったが、今回まだ連邦とジオンの格差を縮める指定まではしていない。そのことをどうか諸君らも思い出していただきたい。GP アクア爆上げで、むしろ水泳部格差シャレなランくらい開いてるんすけど、これどうするんか。普通に陸でも340コスとして強いらしいですよ。そんなことより B 突行こうとしたけど、先行したガザ D がフルモッコされてるの見てひよったんで、コテホだけ壊して引き返したカニ E で Z ガンブームをカニ串刺しの K に処す。さらに地下入って誰が殺した百式かい、わしやで。これが伝説のクックロビン温度暗殺術。これで終わったかと思いきや、陸
陸戦型ジムキャノンガンキャノンヘッドに見つかったんで、これはもうリペポちゃんにクックロビンするっきゃねえな。プロキャは宇宙行けますんで、そこだけは勘違いしないでください。あとはどうでもいい。そしてプロキャ怒りのフルオートマシンガンで、間抜けは俺だったか、いや俺だったか。はっきりしないやつは死ぬぞ。嘘が下手だなバーミー。もう死んどるやろ。だったらゾボックでもっかい突ればいいじゃない。ゾボキンズとか持ってたんか。結構前にガシャで出たけど全然使ってなかったんでね。ダカール実装2からユニコーンで有名なゾボックも情報修正されるかと期待してたけど、そんなことなかった。実装当初のブーメラン早すぎ問題で、もうこいつは強化されない運命。水中の幕号パパウパウパウ、ブーメランカッターしつつ味方の援護に感謝。この FA ブーメランがメインウェポンなものの、そこまで特徴あるわけでもない。普通さ、もうちょい弾速か連射速度上がってもいいと思う。格闘も判定性狭いパンチか伸び悪いヒート剣と、これも使いにくい印象。正直強烈な見た目と違って中身はすげえ普通なんよね。こういう機体になんかピーキーな武器あれば面白いと思うんすけどね。ヒートつて前で完全に出待ちされてたは。噂のアクア GP に単ミサハープーンで貫通されて、いとこなく終了です。いかんでもやっぱ C 周りは防衛いますよね。いっちゃん根付け警戒してる拠点ですから。ということでラストは初登場の銃撃ジュアッグタンデ4の地上を制圧にリスポンです。やっぱダカールっつったらジュアッグってイメージ強いですからね。とはいえダカールマップは超レースゲーらしいんで、この鈍速では出番なかったと思います。ジュージュアはやっぱこのチャージハラビームがメインですんで。チャービーアレルギーなレイムさんがこんな機体乗るなんて。やっぱチャービーも少しは使えるようにならんといかんかなと私も思ってはいたんですよ。ジュージュアッグのチャービーは1射4発でフルチャージで当てるとダウンポイント800とかなり高め。フルチャージで当ててひるんだ相手に、そのままノンチャージで追撃するとよろけまで持ってけるのが魅力。普通のチャージは他の武器に切り替えて膝つきまで持ってかないといけないけど、こいつは武器切り替えなしでよろけまで取れるんで、チャービ苦手な人にもいいかも。やっぱ途中で武器切り替えると焦って繋がらないこと多いんでね。問題はフルチャと数値を連続で当てられるかですけどね。あのトリスタンこっち来るか。この距離ならチャンスやで。フルチャージからの数値で膝つきもろたで。まさかのジュアップ格闘。ダカール戦を完全再現。カプールさんは犠牲になったのだ。ドラッツェ少佐だってガンオンプレイヤーにネタにされて実装されたんだ。朝までブスエイブを増やすのか。実装されちまえばこっちのもんよ。参拝無料機扱いでいいんで、カプールも実装をなしゃす。ジュアップタンが原作通りフルモッコされレタンでカタプールでもっかいとついてくんね。カプールに寄せて言うんじゃねえよ。防衛いないか。大丈夫、ちくわカタパッドで MS 戦とかきついかんね。そしてまさかの格闘アクア GP。 おいハープーソはやめろください、死んでしまいます。すごいニキコなかったらちくわ抱え落ちしてたぜ。神井さん選球やで。つうことで一旦ファットアンクルで補給変えるのず。おっと霊夢さん青栄通りましたよ。これはやばいですよ。ブラビー機で逆転されることも余裕でありますから。余裕で補給機しゃぶりしてますね。くっそう放っておけばよかったぜ。ぶんぶん地獄で肩パッドピンチ。こうなやこの肩が壊れるまで土下座しまくってやんよ。背後ちゃんの誠意ある土下座でブラビ様も納得の和解。さすがお客様満足度5年連続ナンバーワン。支援さん援護射撃ありやで。つうことで今度こそ B にちくわを届け。そして味方が C 破壊した模様。おっしゃ、ほんじゃ B は我に任せなさい我に。行くぜちくわロックを。そして戦艦に撃ち落とされる背後。さすが背後だ、なんともないぜ瀕死。そしてノーロックでちくわを届け完了。あとはフルオートで適当に削っとっか。プロならもっと削れるんすけど、それできたらいかんになってないよね。とはいえ C はってジオンに勢いついたみてえなんで、このままカニーちゃんで B 割れちゃうんじゃねえか。勘だけは見せてこうぜ。雰囲気だけじゃなくて実際に B 殴ってくださいね。おし、これはいけちゃうんじゃないか。マジでいけちゃうんじゃないのか。拠点手前でいけちゃう未来しか見えないぞ。ネタバレかっこ悪い。しかしまたしても行く手を阻むアクア GP01 ズボ
ークエクスペリメントレクイエム。無駄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 それがジオン水中戦場。ははアクア GP さえいなくなればこっちのもんよ。あとはわしのターンミサーでなぎ倒してやるか。冬アーマーは無理でしょうね。試合はそのままジオン圧勝。やっぱわしがカニーで拠点ポット壊したのが大きかったからね。ホーム関係ガルマ坊やも大満足のえぐい格差マッチやったね。オフピーク帯だと戦力偏るのはしゃあなしなとこもありますから。今週ジオン連敗なんで着実に階級ゲージ下がり続けとります。正直我々も今週は連邦でアクア GP 使い込みたいってのがある。金図なら数枚あっから2体くらい作るか。ロードビルドアップイベで強化成功率上がってるんで連邦はアクア GP 量産の予感。 GP アクアは見せ売りはしてないけど GP ガシャには入ってるんで銀図なら割と入手しやすいのもいいね。つうことで皆さんお疲れ様でした。来週はシンデラックスに強化ダブルゼータとアンネロマンサボール系にドラッツェと新機体が登場。380強襲と低個数中期のせめぎ合い。そして今週速攻配信停止になったダカールレーシングも復活予定。宇宙専用機反則のため宇宙マップ多めです。イベントは W ゼータスプリングキャンペーンでログインや参戦数でなんかもらえちゃうらしいよ。春休みですからね。そして14日目の報酬で XS とゲイマルクが、いいんですか？スペシャルなカラーに塗れる権利をやろう。設計図ください。例の空気なやつもあるよ。ガンバガンバ。つうことで新機体待ちつつ GP アクア乗りまくりながらまた来週。すごく強化はよ。